ヤニス・バルファキスはギリシャの経済学者、政治家である。正式名はヨアニス・ゲオルギウ・バルファキス。現代ギリシア語の発音に従い、バルファキスとも表記される。2002年、アテネ大学に経済学博士課程を作り、その責任者を務めた。2006年にアメリカ合衆国の不動産を震源とする金融危機が発生し、それがウォール街を経て、 ギリシャに及ぶだろうと予測した。この予想はサブプライム住宅ローン危機として的中した。2008年の世界金融危機によってアメリカ合衆国による一極体制が強いたことを受け自身の公式ウェブサイトに2008年以後の世界への思想という表題をつけている。2010年頃からギリシャは支払い不能でありユーロ圏にいる間にデフォルトするべきだと主張し始めた。 2011年12月、ギリシャを離れて、バルブコーポレーションのコンサルタントを務めた。2015年1月ギリシャ議会総選挙で、当選1月27日にアレクシス・シプラスを主犯とする、旧審査派連合政権の財務大臣に就任した。しかし、7月5日に行われた、緊縮財政政策への国民投票で、反対票が賛成票を上回った結果を受けて、 翌7月6日に辞任を表明した。かつて全ギリシャ社会主義運動への助言を行っていたが、うとをの化した禁縮財政策に反発、以来反禁縮を掲げる旧審査派連合への支持を表明していた。一方で、人脈的には、市場原理主義者に近く、ギリシャの旧審査派連合政権に送り込まれたトロイの木馬という見方も出ている。ありがとうございます。